報道ステーションは2004年4月5日よりテレビ朝日をはじめとしたアンケー列で月から金曜日の22時台に生放送している報道番組ハイビジョン制作ステレオ放送47都道府県で地上デジタル放送が始まったことを受け2006年12月4日から番組に連動させたデータ放送を開始した 2013年4月1日よりリアルタイム字幕放送も実施している。番組タイトルロゴ及び番組上の表記は報道ステーション。番組の略称はホーステ。2020年3月30日からの番組のキャッチフレーズは今日いろいろ。以下、古立時代を第一期、富川時代、小木、富川時代を第二期とする。ニュースステーションの後、 番組として2004年4月5日より放送開始。基本的な放送時間は月から金曜日21時54分23時10分だがスポーツ中継などで放送時間がたびたび変動しフレキシブルな対応をとっている。また災害や大事件が発生した場合は報道特別番組扱いで放送時間が拡大される場合もある。年末年始は 放送が休止され、大体として23時頃からの10から15分間に、アンニュースが放送される。N ステの番組制作手法を受け継いでおり、ザテレビジョンなどのテレビ番組情報誌の番組欄には、番組内容を、総合ニュースエンターテイメントと紹介している。また、月曜日から木曜日と金曜日のみでの番組の雰囲気づくりの違いも受け継いでいる。スタジオは、 テレビ朝日社屋の第4スタジオを使用しているが、スポーツコーナーで他のスタジオを使用することがある。災害や大事件などで緊急特番となる場合は、通常のアンニュースなどで使用するニュースルームにある N スタジオから放送することもある。なお、他系列とのクロスネット局である福井放送とテレビ宮崎では、最終ニュースとして NNN のニュースゼロを放送しており、 当番組については取材のみ行っている。メインキャスターには、同局の元アナウンサーである、古立一郎が起用された。競合関係にあった、NHK ニュース10が2006年3月31日を、もって終了して、以降、2016年4月より、NHK 総合が月木曜日の22時台、前半に報道番組、 クローズアップ現代を開始するまで日本の地上波の放送局で唯一の平日22時代の報道番組であった。2011年10月2日から2017年4月2日に当番組の日曜版として報道ステーションサンデーが放送。平日の当番組との連携、強化が狙いとなっており、当番組でリポーターを務める長野智子と富川優太が 日曜版のメインキャスターに起用された。2016年3月31日、番組開始以来、メインキャスターを12年にわたって務めてきたフルたちが、降板した。2016年4月1日から4月8日は、スタジオセットを立て直すのと、番組フルリニューアルに伴う、準備のためあたり番組は休止。休止中は、アンニューススポーツを15分程度放送していた。キャスターは、 板倉智樹と久富恵子が担当した。古たちの公認には2016年4月11日から当番組リポーターで日曜版メインキャスターを務めていた富川が2代目メインキャスターとして就任。同日より第2期としての放送を開始。開始当日、平日昼に放送されているトーク番組鉄子の部屋には富川がゲスト出演した。 2017年4月11日より、インターネット配信事業者、アベマ TV のニュースチャンネルアベマヌズにて、毎週火土曜日0時2時に、アベマヌズ報道ステーションという番組を開始し、同番組内の0時20分頃からは、前夜にテレビ朝日系列地上波にて放送された、当番組を遅れ配信する。2018年10月からリニューアルを実施し、月から木曜日に限り、 スポーツコーナーの放送時間を拡大することにより、終了時刻を23時15分までに繰り下げ、拡大する。月木曜日と金曜日で、放送時間が異なるのは1988年3月までの N ステ以来30年半ぶりとなる。また、富川など一部を除き出演者もリニューアルされ、富川が出演曜日を月木曜日に縮小する。一方、女性キャスターの肩書きを、 サブキャスターからメインキャスターに変更した上、番組初期にスポーツキャスターを務めた徳永由美が13年半ぶりに月木曜日のメインキャスターとして復帰登板した。また、金曜日のメインキャスターには小木一平とかつて日曜版でスポーツ、天気キャスターを務めた竹内義恵が担当。なお、竹内は月から木曜日のスポーツキャスターも担当。 リニューアルに合わせて画面右上の込み出しテロップを従前の2行表示から上部に通常の込み出しテロップ下部にやや小さい込み出しテロップの表示にリニューアルさらに主要ニュースのうち1項目は映像明けに富川がそのニュースの背景を解説し徳永と後藤がそれに対してコメントを述べるという枠を設けている2019年9月をもって竹内が降板することにより 同年10月よりニュースキャスターであった森川裕樹が金曜日のメインキャスターに移動した。番組開始から2015年12月23日までの全2960回の平均視聴率は13.2%である。これまでの歴代最高視聴率は2013年3月8日、放送の33.0%。指名横に丸がついているものは、 テレビ朝日アナウンサー。月水曜日メインキャスターコメンテータースポーツキャスター、お天気キャスター儀。金曜日メインキャスター2018年9月までは、お天気キャスター。2019年9月まではニュースキャスター。コメンテータースポーツキャスター2018年2月から5月まで、第二子出産に伴う産休で一時的に交番、お天気キャスター試合解説などを担当するほか、 特集時にはレポートも担当する。スポーツキャスターを大きなニュースや特集企画時の取材で現場レポートを担当する。ニュースナレーション特集たスポーツナレーション他主に週の前半は泉、週後半は林田が担当する機会が多い。その他、プロ野球関連のニュースは関東地方以外で開催された試合については N ステ同様、北海道テレビ、名古屋テレビ、 朝日放送テレビなどのホーム主催側の地方局の男性アナウンサーがナレーションを担当する。ゲストコメンテータースポーツ解説者、フィールドキャスター長野以外は全員テレビ、朝日アナウンサー。気象解説者すべて気象予報士。ニュースナレータースポーツナレーター出演当時のものを含めて全員テレビ朝日、アナウンサーテレビ朝日系列フルネット全24すべて JST。 アベマヌズ報道特別番組により放送の開始が前倒しされる場合、本来の放送時間までは暗報道特別番組として放送する。衆議院解散を受け、B と、たけしの t v タックルを中止して20時54分から放送。証券取引法違反容疑でライブドア社長、堀江貴文が逮捕されたことに伴い、t v タックルを中止し20時54分から放送。 この日はゲストコメンテーターとして佐山天生が出演したサッカーアジアカップ2007日本 VS ベトナム全放送のため当初30分繰り下げの22時24分からのスタート予定だったが同日午前に発生した地震に伴い同じくこの日30分繰り下げで放送予定だった t v タックルを中止し21時30分から前倒して放送 サッカー、北京五輪アジア地区最終予選、日本 VS カタール戦放送のため、当初30分繰り下げの22時24分からのスタート予定だったが、同じくこの日30分繰り下げで放送予定だったドラマ、桜書の女たちの最終回を中止し、21時30分から前倒して放送。放送中だった TB タックルを時分頃で中止。 そのまま前倒して放送。一部地域では、冒頭の音声が放送されないトラブルが発生した。20時54分から23時10分まで放送。なお、3月11日は、アン道特別番組のため、中止扱いとはなるも、スーパー J チャンネルの体制からリレーする形で19時から翌0時15分まで当番組の体制で放送。 報道特別番組はその後も24時間体制で放送が続けられた。12日13日は21時から翌0時まで放捨て体制での放送となり、古立市川とコメンテーター数名で被災地の状況を報じ続けた。15日は放送中に静岡で震度6強の地震の第一報が入り、スタジオも揺れを感じていた。この影響で世界の車窓からを挟み、 23時15分から翌1時15分まで報道特別番組を放送。21時26分に熊本県を震源とする地震が発生。放送中だった木曜ミステリー警視庁捜査一課長第1話を21時30分頃で中止。以降あたり番組開始までの間暗報道特別番組となり、富川がニュースルームから被災地の状況を報じた。 当番組の通常放送に引き続き、23時10分から15日2時21分頃までも、放捨体制で、報道特別番組をニュースルームから継続放送。この間は、小川、後藤と山本浩二が加わり放送を続けた。暗報道特別番組は、放捨のテロップを使いその後も15日4時55分まで放送が続けられた。 15日2時21分からは、大熊栄治と上山千穂が出演した。富川は、翌15日、最大震度7を観測した熊本、益城町に向かい、現地から出演。16日1時25分にこの地震の本心とされる。さらに、規模の大きい地震が発生。この日の朝の安保道特別番組内では、地震発生当時熊本市内の飲食店におり、 ここで取材を行った映像が放送されている。21時から54分前倒し、拡大して21時23時10分の放送。富川は、前日11日より、米朝首脳会談が行われるシンガポールに向かい、現地から出演。21時54分から翌0時20分まで放送。番組放送中の22時22分に、 山形県沖を震源とする地震が発生し、一時、山形、新潟、石川の各県に津波注意報が発令されたことに、伴い、関連情報を翌0時50分まで放送した。21時から54分前倒し、拡大して21時23時10分の放送。放送時間を20分延長し、23時30分まで放送。なお、 以降の番組は20分繰り下げ、翌1時25分から放送予定だった朝まで生テレビは20分短縮して放送した。2005年2011年の12月28日に放送。2005年は通常のニュースと天気予報に加え、2005年のニュースの主役たちに古たちがインタビューする討論企画を放送。2011年は 福島第一原子力発電所事故の特集を放送した。当番組をベースとした報道特別番組、四川大地震を18時56分20時51分まで放送。古田ちと赤江玉緒がキャスターを務めた。岩手県大船渡市にある三陸駅からスペシャルゲストに長渕剛を迎えて21時23時30分まで放送。 被災地に還元する特集を5つ放送した。日曜エンターテインメント、ビート、たけしのいかがなものかい、第1部を一時中断扱いとし、20時12分、20時22分に、アンニュースとして、富川、小川、後藤がニュースルームから出演し、開票速報を伝えた。緊急報道特番、ヒュームのプリンスはなぜ、殺されたのか 金正雄氏暗殺の真実を21時23時6分に土曜プライムを休止扱いとし同枠外で放送。富川と小川がキャスターを務め解説を池上明と変身一が務めた。緊急スペシャル生放送ありがとう。真央ちゃん独占映像で振り返る完全保存版を19時21時48分に放送。 富川と松岡が司会を務めた。この特別番組は生放送であり、富川と松岡はそのまま放ステにも出演した。独占緊急特報。高野花親方すべてを語るとして19時20時54分に地上波独占放送。テレビ朝日が高野花親方への単独独占インタビューに成功し、4つの項目に分けてインタビューした映像を放送した。 司会は、スーパー J チャンネルの渡辺則次と、ワイド。スクランブルの大下洋子。インタビューの相手を務めた、ワイド。スクランブル水曜コメンテーターの山本真也が出演した。放送後同日の、放捨てではこのインタビューの映像の一部に加え、本編では放送されなかった未公開部分。この放送を視聴した視聴者の反応が、放送されている。 気象情報天気キャスターが、毛利庭園や、テレビ朝日社内の屋上など、外から中継で伝える。また、季節の変わり目などの節目節目の時は、その季節に応じた風景やものを取材する。また、その風景やもののある、革命書からの中継を行うことがあり、その際には当番組限定で特別に、ライトアップの演出を行っている。 2010年から毎年11月の後半に京都の様々な各地の紅葉中継を5日連続で行っている。このうち2010年2011年2014年の金曜日には古立ちサブキャスターゲストコメンテーターも京都から中継で出演した。2014年7月からは外からの中継はなくなりスタジオで伝える。当初はバーチャルセットを使用し、 天気図を表示したバーチャル画面を用いて伝えていたが、後に天気図との合成で伝えている。現在でも台風などの異常気象時やあらゆる季節の節目などに外から中継で伝えることもあった。第1期では天気キャスターはアナウンサー一人制で毛利庭園での中継が多かったが、2016年4月の第2期からは同年新人アナウンサーとして入社した森川と、 気象予報士の北の二人で中継するパターンに変更された。同時に台風接近等になると電気コーナーは北のみで解説する時もある。基本的にはスタジオで伝えるが場合によっては外からの中継で伝えることがある。2017年10月からは森川が月木曜日担当となり金曜日は同年に新人アナウンサーとして入社した三谷が森川に 変わってきたとともに、天気キャスターを担当している。2018年10月からは森川がニュースフラッシュ担当となり、北の単独担当となったほか、進行は徳永が担当しており、徳永と北の二人で伝えている。ニュースフラッシュその他のニュースを1項目約30秒ほどで一気に伝える。当初は番組終盤に放送されており、サブキャスターが読み上げていた。 2010年からは番組中盤に移動しニュースナレーションが読み上げる。この際、冒頭でサブキャスターが最初の項目を読み上げてから映像に入る。なお、海外の有名人の不法のニュースに関してはニュースナレーションは入らず文章のみで伝えることが多い。2018年10月からコーナーがリニューアルされ森川が担当。BGM も新たに加わったほか アタック音は従前とは異なるものを使用。ニュース項目は専用 Z に並べられたフリップ形式になっており、森川がフリップを持って項目を伝えてから映像に入る。一部のニュースと最後のニュースでは映像明けに森川の補足説明が入る。森川の休演時と金曜日は従前通りの形式で行っている。エンディング第1期はほぼ毎回。 その日の東京証券取引所の日経平均株価や、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所の三大証券取引所円、相場、為替相場の為替取引を古たちが伝え、その日に起こった日本政府の経済対策、日本銀行の金融政策や、世界の経済の情勢、日本時間との時差の関係で、放送終了後に行われる。 為替相場の取引のテロップは画面下に表示されており、2006年1月4日から実施している。第2期では、円相場、為替相場の取引を富川が伝えることは、ほとんどなく、テロップで表示するのみに止まっている。基本的には、スポーツコーナー、または、特集を、コーナー終了と同時に放送を終了する、最新ニュースを伝える。 あるいはその日のニュースや天気に関して富川がコメントした後に放送を終了するという二つの流れである。スポーツコーナーで N ステのスポーツコーナーを踏襲している。N ステ同様にプロ野球シーズン中においてはプロ野球の試合速報が9割以上を占める。逆にプロ野球のシーズンオフ、試合がない日には様々なスポーツニュース、特集、各、 スポーツシーズンの節目節目が中心となる。スポーツキャスターの他に専属キャスターコメンテーターも出演し解説をする。2018年10月から月曜から木曜に限り番組放送時間が拡大したことにより、投稿ー,ーも放送時間を少し拡大している。N ステ同様、当日の試合速報が番組の主力コンテンツとしてあり続ける。2月のキャンプシーズン、 5月から6月の交流戦、10月から11月の日本シリーズが恒例。日本シリーズに関しては該当チーム以外の監督、選手が解説者として出演する場合もある。N ステとは違って、ホーステでは専属キャスターを設けており、番組開始から2011年までは、栗山秀樹、2012年から2014年は、工藤君康、2015年からは、 稲葉厚樹が専属キャスターとして出演。2016年4月11日のリニューアルからは、前田智則も不定期ながら専属キャスターとして。さらに2017年10月からは、川上健進が不定期で解説者、専属キャスターとして出演している。プロ野球速報プロ野球の試合映像は、各放送局から配信している。 2012年のシーズンまでは試合映像の後に詳細なスコアテーブルを全画面表示していたが2013年のシーズンからは試合映像の終わりところで詳細なスコアテーブルを画面下に表示する簡易なものになっている一部の試合では直後に選手のヒーローインタビューの映像が入るまた稲葉が注目の選手をピックアップしその選手の注目のプレーを解説している 稲葉の侍ジャパン監督就任に伴い、2017年10月以降は、前田と川上が主に注目の選手をピックアップし、その選手の注目のプレーを解説している。ピックアップは2013年のシーズンから登場。試合の隠された注目の名プレーチンプレーを取り上げたり、宇が青山や工藤稲葉が選手、監督のコメント、 記録などの一口メモを伝える。稲葉の侍ジャパン監督就任した2017年10月以降は主に前田と川上が担当している。稲葉厚敷の全力解説2016年のシーズンから登場。基本的な内容はピックアップ1と同じ。稲葉の侍ジャパン監督就任後の2018年以降のシーズンからは放送されていない。 今日の熱性2017年のシーズンから登場。当日の試合の中から熱く盛り上がったシーンを取り上げる。基本的に日本のプロ野球だが、それに限らずメジャーリーグも取り上げることもある。N ステのプロ野球1分勝負を彷彿とさせるコーナー。日本シリーズ終了後の11月には、各球団のファン100人が選出した一番印象に残る熱性プレーを紹介する。 熱性グランプリを放送している。熱性甲子園、今日の熱性の高校野球バージョン。タイトルは、文字通り、熱湯甲子園の文字理。月刊和茂月1回のコーナー。長島和茂が、巨人の選手、監督にインタビューし、転落期から大きな天気を迎えるまでの道のりを探る。他に、巨人以外の選手、監督であったり、過去に、 現役で活躍した大物選手へのインタビューもある。近年、このコーナーを放送する回数は減っており、2012年からは、ほとんど放送されていない。古たちの交番と同時に、自然消滅した。松坂世代の現在地、松坂大輔が活躍した第80回全国高等学校野球選手権大会が開催された1998年。 それから20年を迎えることから開始されたコーナー。当時松坂と同じ高校球児だった、いわゆる松坂世代にあたる、現役選手、元選手の高校時代から現在までの週跡を描く。ナレーションは同じく松坂世代にあたるかなめ順。2008年1月までは、福田正宏。2008年2月からは、沢登正明が専属キャスターとして出演。 N ステのサッカーとは相違点があり、J リーグは他のスポーツニュースとほぼ同様の扱いで、この番組では FIFA ワールドカップや AFC アジアカップなど、サッカー、日本代表の重要試合に軸を置いており、試合がある場合は、その試合を解説したり、注目の選手、監督に、福田がインタビューしたり、注目の選手のプレーを解説したりするという構成になっている。 2013年からは、中山正史が加わり、沢登りと二人体制で解説こともある。放送日に、サッカー日本代表などの重要試合がある場合、試合映像の終わりのところでその試合のスコア結果を字幕出しした後、福田沢登りが注目のプレーを1から2項目取り上げ、そのプレーを巻き戻しして解説するという体裁を取っている。福田スタジアム。 上りスタジアム福田沢登りが、サッカー、日本代表の重要試合を実演を交えて、解説を行う。通常は別スタジオで行うが、海外取材の場合は出張版も存在する。上りミーティングこの上りスタジアムの連動で、沢登りが、日本代表の選手、監督と共に、相手国のチームに勝つにはどう攻略すればいいのかを、過去のプレーを交えつつ、秘策を練る。 選手へのインタビュー専属キャスターがインタビューする以外にもスポーツキャスターが番組公式サイトでは取材後期が日下げ採されているほか朝日新聞有館に選手のホットタイムというコラムも日下げのしているうががスポーツキャスターだった時代はこれらに加えうが打つというインタビューした選手とのダイジェストブログが登場している特集 N ステ同様スポーツ特集は 野球、サッカー以外の幅広い競技にも及ぶ。この特集には、宮島康子が、N ステから引き続きディレクターとして、取材に関わる。稀に宮島が、スタジオに出演することがある。また、松岡修造の特集コーナーでは、今注目になっている話題の選手にインタビューし、選手の努力や秘策に隠された裏側や、転落期から大きな転機となるまでの経緯などを取り上げる。 これ以外に、松岡がキャスターを務めるテレビ朝日のスポーツ中継は、上記の概要のほか、シーズン期間中や試合がある場合は松岡が現地から連日中継で出演することもある。また、稀にスポーツ以外のテーマを取り上げることもある。理不尽、長野智子のリポート企画。世界中の理不尽な事件、出来事を現地取材する。さよなら。 原則として2ヶ月に1回亡くなった著名人を追悼する特集企画。周囲や生前の本人のインタビューを交えた独自編集の追悼映像を流し、最後にスタジオ人がコメントする。シリーズ感動絶景。モーターパラグライダーを操縦しながら撮影する、飛行撮影家の矢野武雄が上低空カメラで撮影した映像を届けるコーナー。ナビゲーターは市川広子。 ザインタビューフルタが著名人と1対1で対談する企画。2004年に小野陽子と五木博之の二人に行った。最後にフルタから白い表紙の本を渡され、今後本を出版する際、どんなタイトルを付けますかというのがお決まり。ナレーションはアニマル浜口。その後しばらく行われていなかったが、2014年からタイトルはないものの、 この企画を踏襲した内容の企画が行われている。全国。職業別意見庁2009年8月10日、第45回衆議院議員総選挙を控え、有権者を職業別にインタビューするシリーズ企画として、豆腐屋さん編から放送開始。選挙後も継続して放送している。戦争の話を聞かせてください復活。 日本の成長力経済ジャーナリストの宝部誠一が、有名企業や中小企業などの経済成長の戦略を取材する。現在は、タイトルはないが、同じ内容の企画が放送されている。予備者の風景金曜特集このほか N ステ同様、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常、選挙時にはその、避難所で聞く原発私はこう思う原発再稼働。 私はこう思う被災地再生の道復興を見つめて、陸前高田このほか、2013年の震災2年目以降は、毎月11日に東北3県の一つの町にスポットを当て、その町の中継映像を流しながら古たちがその町の状況を語る。第2期はそれに代わって、3.11から伝えたいという特集を放送している。 ただし2018年10月からは放送されていない。また2013年までは被災地中継を行っていたが2014年からは被災地中継は行わず福島第一原子力発電所事故の内容を中心とした大掛かりな特集を放送している。その日の被災地の状況などのニュースは簡易に伝えられる形に止まっている。古立ち最後の放送では全番組 ニュースステーションの最終回同様、アークヒルズの桜並木から夜桜中継をした。エンディングでは古たちが当日をもって当番組を降板する内容や、これまで12年間振り返りながらの感想や公認の内容等の一言を述べた後、最後は立ち上がり、死んで、また再生します。皆さん、本当にありがとうございました。との挨拶の一例で番組を終えた。 番組終了後、全番組、ニュースステーションの終了時同様、多くのインターネットニュースや新聞各紙で報道された。古タチの降板により、プロダクションの古タチプロジェクトは、同時間帯の報道番組制作から撤退することになる。これに伴い、N ステから30年半にわたって、長く続いた平日22時台の報道番組の制作プロダクションは、完全になくなった。 なお、公認の富川祐太は登場しなかったためか公認の内容を述べただけで、花束贈呈などの主会者の引き継ぎは一切行われなかった。古立時代最終回の視聴率は15.2%。N ステと当番組は放送時間帯が同一であるばかりか、番組名まで告示しているため、放ステが N ステを海外、新調したものと誤解されがちであるが、 テレビ朝日及び同番組を制作していたオフィス2 1は、ホーステと N ステは全く関係のない別番組としており、オフィス2 1は当番組の制作に一切関わっていない。番組開始の前年、久米宏ロの N ステ終了の発表記者会見。番組タイトルについては、各方面との調整の上で検討されてきたが、ニュースステーションのタイトルの一部を引き継いだ。 報道ステーションとした。新聞報道では、N ステのいいところを引き継ぐ意味でとされている。元同局アナウンサーの古たちは、それまでバラエティ番組の司会やプロレスなどのスポーツ実況を多く担当しており、報道番組のキャスターとしてその軽いイメージを覆す必要から、番組タイトルをあえて重いイメージの感じの報道にしたとされている。 2004年4月5日から2011年4月1日、オープンマインド2011年4月4日から2016年3月31日、IAM、ザック・クロクソル、トーマス・ハートマン2016年4月11日から2020年3月27日、スターティング・ファイブ2020年3月30日、ブレイブ、テレビ放送インターネット配信毎週金曜日21時台に、放送 1986年10月の開始から2019年9月までは金曜20時台で放送。2011年10月2日から2017年4月2日の間、毎週日曜日に放送していた報道番組。平日の当番組との連携、強化が狙いとなっていた。当初は昼前に放送していたが、2015年4月からは夕方に枠移動、縮小した。 2017年4月22日から毎週土日曜日20時54分21時54分で放送を開始した報道、情報番組。サンステは出演者や番組の要素などをホーステサンデーから引き継いでいる。2018年4月からはサタステは16分拡大の毎週土曜日20時54分22時10分に、サンステは毎週日曜日16時30分18時に、 移動。2020年10月からは、サタステは15分縮小の毎週土曜日20時54分21時55分に、サンステは毎週日曜日21時21時55分に移動。国政選挙の選挙特別番組。2004年7月の第20回参議院議員、通常選挙以降、コーステの特別番組として、継続放送されている。当番組の前番組。 当番組とは別番組の位置づけであるが、制作手法などは、N ステから引き続き受け継いでいる。日本放送で2016年10月21日から、毎月第4金曜日22時翌0時に生、放送される、古立ち出演のラジオの生ワイド番組。ありがとうございます。